フランチェスコ・モリナーリー・コール・プラデリは、イタリアの指揮者。イタリアオペラの第一人者として活躍した。ボローニャの生まれ。地元のマルティーニ音楽院で、チェーザレ・ノルデオの作曲クラスに席を置き、ボローニャ美術学校で、ロベルト・ロンギ、フランチェスコ・アル・カンジェリ、カルロ・ボルペの各詞に、美術史を学んだ。その後サンタ・チェチーリア国立アカデミアに行き、ベルナルディーのモリナーリの下で、 指揮法を学ぶ傍らで美術を独学した。1937年にトリエステで指揮者としてデビューし、1938年にボローニャのコルソ劇場でガエターノ・ドニゼッティの愛の名役を指揮してオペラ指揮者としても活動するようになった。1946年にはアルトゥーロ・トスカニーニの妖精でミラノのスカラザに登場し、ジャコモ・プッチーニのトスカを指揮して、 オペラ指揮者としての名声を確立した。1956年にはコベントガーデン王立歌劇場に客演し、レナータ・テバルデを起用して、プッチーニのトスカ等を上演して、成功を収めた。1957年にはサンフランシスコ歌劇場に客演して、アメリカデビューを果たし、1959年にはウィーン国立歌劇場でも指揮を取った。 1966年から1973年までニューヨークのメトロポリタン歌劇場に登場している。1983年にカターニアでプッチーニのツバメを指揮して以降は指揮活動から遠ざかった。国際的な指揮活動の傍らで美術コレクター及びディーラーとしても活動し、1985年には故郷のボローニャで 自らの絵画コレクションを用いて展覧会を催した。ボローニャキンコーマラーノディカステナーゾニテボツ。フランチェスコモリナーリプラデルリ。ザ・ジーニアス・オブ・ザ・トラディション。a d i 2015年12月17日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年12月17日閲覧。アッティオエール・マエストロ・モリーノ・リプリデリー。2015年12月17日時点のオリジナルより、 アーカイブ、2015年12月17日閲覧。レオンカバンドー、歌劇、道化師全曲でルモナコほか、2015年、デッカプロク -1904、こ19の解説。ありがとうございます。